みなさんこんにちは。あかね的日本語教室のあかねです。今日は千葉県にあるパプリカホテルさんの一番いい部屋を借りて撮影しています。後ろバーチャルじゃないですよ。ちょっと待ってくださいね。ほら見てください、ちゃんと動きます。はい、今日は私が旅をするときにどんなものを持っていくのかを紹介したいと思います。旅をするときはどんな旅かとか、どこへ行くか、何に乗るかによって持っていくものが違うと思います。例えば国内旅行なのか海外旅行なのか、飛行機に乗るのか車で行くのかなど、手段や行き先によって持っていくものが違うと思うんですけれども、今回は私が日本の国内旅行で飛行機に乗ってどこかへ撮影するときに何を持っていくのか紹介したいと思います。まずは仕事で使うものを紹介したいと思います。はい、こちらです。ノートパソコンです。私はサーフェスを使っています。ノートパソコンを使ってよく新幹線や飛行機の中で編集したり、ポッドキャストのスクリプトを考えたりしています。編集するときは音を聞きながらじゃないと編集できないんですけど、最近私はこれを買いました。これはヘッドフォンです。ヘッドフォンです。ソニーのものなんですけど、ノイズキャンセリングがすごくて、今年買ったものの中で本当に一番いい買い物をしたと思いました。結構高かったんですけど奮発して買いました。でも買って良かったです。こうやってヘッドフォンをしますよね。そうするとノイズキャンセリングの機能がすごいので、聞こえなくなるっていうのはちょっと大げさかもしれないんですけど、飛行機に乗ってると音がすごいと思うんですけれども、このヘッドホンをして編集してると音が本当に気になりません。であと撮影に使うものですね。この前もどんなものを使って撮影してるか紹介したんですけど、あ、ちなみに今どうやって撮影してるかっていうとこんな感じです。見えますかね。こんな感じで撮影しています。自撮り棒とあと iPhone で撮影してみます。これは Google Pixel 5です。そして大事なのがマイクです。今日はホーリーランドさんがスポンサーになってくださいました。ありがとうございます。ホーリーランドさんはもう2回、コラボさせていただいていて、今でもねずっと前いただいたマイクを使っているんですけど、今回新しいマイクをいただいたのでそちらを紹介します。こちらはホーリーランドから発売されたラークマックスです。去年から使っているラーク M1 よりも本格的で持ち運びができるワイヤレスマイクです。スマホでもカメラでもパソコンでも使うことができます。ラークマックスで私がすごく気に入ったのは付属品のマグネットです。マグネットを使えばどんな服を着ていても使うことができます。このように服の外側にマグネットをつければ外で撮影しても目立ちません。別売りですが外付けのピンマイクを使うこともできるので、外で撮影するときにとても便利だと思います。レコーディングモードも3種類あるし、マイクの音量も一つずつ設定することができます。本当にいろんな機能があるワイヤレスマイクです。こちらのマイクのすごく便利なところは、このマイク自体に録音機能があるところです。万が一 iPhone やカメラで録音がきちんとされていなかったとしても、パソコンにつなげば音声データとして残っているのでとても安心です。今ホテルの部屋の外に出てみました。どうですかね。後ろに高速道路があって結構車が通ってるんですけど、マイクの音質結構いいと思います。概要欄にラークマックスのリンクを貼っておくので気になる人は見てください。次は充電ケーブルです。これは iPhone 用のライトニングの充電ケーブルです。日本のコンセントの形はこうなってます。2本ですね。皆さんの国と違うかもしれませんね。あとすごく便利で使っているのは USB でいろんなタイプの充電ができるものも持っていきます。
これはモバイルバッテリーです。スマホの充電がなくなったらこれで充電します。はい、名刺入れです。この中に私の名刺が入っています。撮影させてもらうホテルやお店に行った時に名刺を渡してよろしくお願いしますと挨拶をします。次は私にとってなくてはならないものです。絶対に必要なものです。私は今コンタクトレンズを入れています。コンタクトをつけています。なのでコンタクトを洗う時に使う洗浄液とコンタクトケースを必ず持っていきます。まあコンビニでも買えるんですけどね。でも持っていないと不安なので絶対に持っていきます。あと、まあ万が一コンタクトが破れてしまったら困るので予備のコンタクトもこういうチャック付きの袋に入れて持っていきます。コンタクトを外したらメガネをします。これはメガネ拭きです。これはメガネケースです。次は耳栓です。耳栓は何かわかりますか？こういうものです。これを耳に入れると音が聞こえにくくなります。私は家以外の場所であまり眠れないタイプなんです。小さい音でも起きてしまうので耳栓は必需品です。必ず私にとって必要なものです。次はお風呂場で使うものです。まずはシャンプーから紹介します。私は普段はホテルにあるシャンプーを使います。でも時々こういう試供品とかサンプル品があるのでこういうのを使います。これは松本清志で買いました。皆さんに紹介したかったので買いました。値段はこの辺に書いておきます。ボディーソープは基本的にホテルのものを使います。次は歯ブラシと歯磨き粉のセットです。歯磨き粉って最近歯磨きジェルとか歯磨きペーストって書いてあるところもありますね。これも実はさっき新しく買いました。今まで使ってたのが結構もう古くなってしまったので新しいの買いました。トラベルセットって書いてあります。歯ブラシと歯磨き粉が入ってます。これも値段書いておきますけど400円くらいだったかな。あと顔を洗いますよね。私も少し化粧しているのでそういう時は拭くタイプのメイク落としを使ったりもします。これもちょっと買ってきたので開けますね。前使ってたのがなくなってしまったので、買いました。これを取ってで拭くと化粧が落ちます。メイクが落ちます。化粧水とか顔につけるクリームは旅行するときはだいたいそれも試供品とかサンプル品を使います。でもさっきね松清に行ったらこういうセットが売ってたので皆さんに紹介したいと思います。これコンビニでも見たことある気がする。ソフティモの一泊お泊まりセットです。何が入ってるかっていうと、クレンジングオイル、洗顔料、化粧水、夜用乳液、朝用乳液、黒パックなどなど、これがあれば便利なんじゃないかなと思います。あと顔を洗うときに私は髪が少し長いので髪を結ぶものを使います。こういうゴムを使ったりとかあとヘアバンドを持っていくこともあるんですけどこういうヘアピンですね。前髪を留めるヘアピンを持っていったりあとこの袋に入ってるんですけどこれはねヘアオイルです。これって確かインドネシアの商品じゃなかったかな。1個ずつ使えるタイプなので旅行するときは本当に便利です。中身を出して髪につけると保湿できます。髪が潤います。お風呂に入った後はこういうボディーローションを塗ることもあります。ボディーローションをこれは腕ですね。ボディーローションを塗ります。腕に塗ります。あとその他に持っていくものはですね蒸気でアイマスク。海外から来た旅行客の方がこれ買っていくのよく見るんですけど
これを目の上に乗せるとじわーっとあったかくなります。なので目の疲れを取るのにいいです。私は飛行機で使うこともあるし、ホテルで寝る前に使うこともあります。あとこれはまだ使ったことがなくて今度使ってみたいなと思ってるんですけど、メグリズムの炭酸で柔らか足パックです。このようにふくらはぎに貼るものです。結構旅行してるとたくさん歩いて足がむくんだりしませんか？そういう時にすごく効きそうなので貼ってみました。あとこれから暑い季節に、暑い夏に旅行する人にぜひおすすめなのがこちらです。これは汗を拭くためのシートなんですけど、いろんな種類があります。1枚出してみますね。このように出してこう体を拭きます。そうするとすごく冷たい感じがしてすっきりするので、暑い夏にこれおすすめです。本当にいろんな種類があります。最後に薬関係を紹介したいと思います。これは薬ではないんですけど、女性の場合は突然必要になることもあると思います。これです。はい、これは生理用のナプキンです。ナプキンです。ドラッグストアでもコンビニでもスーパーでも買うことができます。ドラッグストアだと生理用品と書かれたところにナプキンがあります。でこれは昼用と書いてありますね。昼用とか夜用とか、あとね何センチとかサイズが書いてあるものもあるので、もし必要になったら自分に合ったものを探してみてください。あとは私はバファリンを持って行っています。こういう錠剤ですね。鎮痛剤です。鎮痛剤、頭が痛いとかお腹が痛いとか、そういう痛みを止める薬のことを鎮痛剤と言います。もちろん長く続いたら病院に行った方がいいんですけど、ちょっと痛いなとかそういう時にこういうバファリンを飲むこともあります。あとは風邪薬ですね。風邪薬もいろんな種類があるんですけど、私がよく飲むのはコンタックですね。あんまり最近風邪をひいてないので飲む機会もないんですけど、やっぱり旅行してる時って自分の知らない場所に行きますし、体も慣れていないので突然体調が悪くなることってあると思います。そういう時に、まあ、ちょっとでもいいからこういう薬を持っておくと安心かなと思って持っています。であとはバンドエイドですね。怪我をしたところに貼るものです。カットバンという風にも言います。バンドエイドは多分商品名だと思います。ちょっと調べてみたら、他にも絆創膏とかサビオとか地域によって呼び方が違うそうです。今日ここの部屋を借りたのは泊まるためじゃなくて、皆さんに持っていくものを紹介するために借りました。パプリカホテルさん、いつも本当にお世話になってます。ありがとうございます。じゃあ紹介します。まずこのキッチン見てください。立派なキッチンがあります。パプリカホテルさんではこの部屋にだけキッチンがついています。冷蔵庫や電子レンジ、あとコーヒーメーカーもついてます。あ、やっぱりありますね。必要な調理器具とか、あとフライパンもあります。で、あとここにソファーとテレビがあって、ベッドはまた別の部屋にあります。で、ここにデスクと椅子もあるので仕事もできます。でね、ここにもテレビがあるんです。ベッドルームの隣にバスルームがあります。はい、綺麗なバスルーム、浴槽、こういうね、シャンプーとかボディーソープとかあるホテルが多いので、私はだいたいホテルのものを使うことが多いです。すごい、タオルにもちゃんとパプリカホテルですと入ってますね。そう、このホテルの名前はね、パプリカホテルですなんです。ですまでがホテルの名前です。ユニークですね。外を見てみましょう。ここの部屋は本当に特別で、外を見ると
じゃーん、よくないですか？これ素敵ですよね。夜になると雰囲気がさらに良くなります。ちなみにこのホテルにはレストランもあります。ここをくぐって入るとレストランです。はい、今日はここまでです。いつも動画を見てくださってありがとうございます。また来週お会いしましょう。バイバイ。いつも素敵なコメントを書いてくださって本当にありがとうございます。皆さんの旅行をする時の必需品もぜひコメントで教えてください。また来週。バイバイ。